おはようございます。今日は2019年の9月13日金曜日、おはようございますと言いましたが、もうすぐ1時です。泊まっていたカプセルホテルですけれども、24時間滞在が可能なので、10時からですね、もう24時間滞在しまして、明日まで松山にいる予定になっています。昨日島に渡ろうとしましたけれども、船が運転してないということで、今日の朝もう一度改めて問い合わせたら、今日は運航しております、ちゃんと電話でも案内をしてくれました。昨日行くことのできなかった猫のおります青島までは、ここから予算線の普通列車で1時間船に乗り換えて35分、その船の便数は1日に2便となっています。訪れるのには結構コツがいる場所です。岩永浜駅から港まではすぐです。で、船もお客さんはそんなに乗ってないのはいるけどね、運航の本数はこんなわけでして、1日に2便ですが、朝の8時に行ったものは10分で折り返してきますんで、10分だけの滞在はちょっと現実的ではない。そうすると帰りの便は実質16時15分発の1便のみとなります。で、青島には宿泊施設はありません。人口が1桁の本当に小さな島ですから、そうすると、現地で泊まってくるということは基本的にできないので、この16時15分で全員を返さなければいけません。だから、この行きの船のに乗った人数を、この午後の便、午前の便に乗った人数を午後の便の乗車の人数、定員からですね、こう差し引いて、それで、行きの時に空いていた分しか、14時30分の船には乗れないということになっているのです。だから朝8時の船がもし満席で出たらば、10時半の船は出るけれども誰一人乗ることはできないということです。また乗る時には島民の利用が優先となります。で、私も前にここに一回来たことがあるわけでして、その時の動画もあるんですが、ただ、意外と前一時期ブームになってとんでもないことになっていたらしいんですが、最近はこの船に乗ることはそこまで難しくはない様子です。14時半になると船は時間通り出航します。私が前に乗った時は確かもう少しね、所要時間が短かったと思うんですが、一応35分で着くということになっています。まだ湾内スピードは遅いですが、湾外に出ればたちまちスピードを増します。目的地青島までは距離およそ13キロ。この辺りは瀬戸内海ですので、見てみれば分かりますが、他にもさまざまな島があります。今回の旅では瀬戸内海の島巡りをいろいろやろうと思っていますから、これもまたその一環というわけです。なお、島自体は愛媛県に属しております。愛媛県大洲市。この青島はもともとカツオの漁か何かで人が移り住んだそうですが、現在はどんどん人が減る一方で、人口はわずかに9名、特に増える見込みもないそうです。そしてちょうど2000年ぐらいから、もう人口が50人を下回ったぐらいから、逆に人は減ったけれども猫は増え始めたんだそうで、現在ではこの間ちょうど猫の手術をやるために数を数えた結果、218頭の猫が生息するというとんでもない変わった島になっています。離島というのは天敵がいないとか、外から何かやってくるものがないとか、そういったことで、かなり特殊な環境が、生まれることが多いのですが、ここがその典型。猫など特定の動物がものすごく増えた島というのは全国にもいくつかあるのですが、ここが特に有名だそうです。ただ一方で観光客の受け入れ体制というのはほとんどなく、また地元の方もほとんどが猫が嫌いだそうで、私も前に聞いたんですけれども、本当にみんな心から猫を嫌っているそうです。ですから、あんまりここでですね、振る舞う時にも観光客としてこう堂々と歩くようなこともできないので、短くこそこそっと、猫と戯れるのを楽しむぐらいの方がいいのかなと思います。地元に特に商店や自動販売機などもなく、ここに観光客がどのように訪れたとしても、この青島に対してプラスの経済効果が生まれることはないのだそうです。地元の方にしてみれば、自分たちが心から嫌いな猫、それを目当てに大勢の観光客がやってきて、自分たちには何の利益ももたらさないというわけですから、観光客自体もおそらくあまり歓迎はされていないのかなと思います。しかしそれでも地元の方の行為により、例えばこの猫の餌やり場という特定のエリアが設けられていて、これ以外のところではかなり餌やりは歓迎されないか、もしくは禁止されているそうですけれども、一応このような場所まで地元の方が用意してくださっています。なお、実際のところは餌やりは地元の大洲市によれば、しない、遠慮、餌やりは遠慮してくださいと、そういうふうな、掲示がホームページなど各所にありまして、このような餌場の設置というのは、事実上の黙認というか、地元の方の本当に親切の気持ちであるということを、一応覚えておいた方がいいのかなと思います。私もね、毎日行った時に
ここで多少餌をやらせてもらったことはありました。まあ、観光客が多い条件というのはちょっと見つけがたいのですが、なるべく少ない時に来た方が自分たちの元にうちゃうちゃと猫が集まってくる確率が高くなると思いますので、なるべくならね、少ない日、例えば平日とかそういう日に来るべき。でも今日は平日ですが、外国人観光客も最近増加しているとあって、ずいぶん数は多いようです。また島内の猫を見ると、耳がこのように切り込みが入っているものが多いのですが、これは去勢手術、もう、繁殖をする機能を失わされたそういう猫だそうでして、この猫は基本的に1代限り、今後これ以上増えないようにと、地元の意向も組んで、そのような措置が取られています。ですから将来的に、この青島は猫の島ではなくなる見込みです。また、猫よりも先にもしかしたら人の方が、全員いなくなるということが来るのかもしれません。ただこの間この猫もちゃんと手術はしたようですけれど、一応島のすべての猫を捕まえて、完全に去勢手術を済ませるということを、計画して実行もしたのですが、まあ、一部の島民の方が、特定の猫を隠してですね、手術を行わさせないということもしたようでして、現在すべての猫にその、措置が、行き渡っているかというとそうでもないそうです。ただまあ実際のところそれから子供が生まれる確率は非常に低くなったと思われますので、前来た時はね、子猫とか結構たくさんいたんですけども、まあ、今はあんまりそういうものは見られませんね。みんなある程度の大きさになっております。手術が行われたのはもう1年ほど前だったかな。1年経つとまあ大体これぐらいの大きさにはなるんでしょう。また猫が増えすぎていないので、競争率も多少は下がったと思われまして、前に来た時はガリガリに餌をもうもらえてなくて、あまりにも痩せ細ってかわいそうだなみたいなのが多かったんですが、どうも最近見ると前ほどはそのかわいそうな猫を見かける確率が少なくなったように思います。この島への滞在時間ですが、実はね、あの青島の船は1日2便しかないんですけれども、ごくまれに JR 四国がこの島に渡る特別ツアーを組むこともありまして、そこでの所定滞在時間は45分となっています。つまりそれだけ、まあ、そんなに長くいるような場所ではないという認識が強いのかなと思います。朝の8時頃から船に乗ってここへ渡ってくる方も多いようですが、まあ、確かにすごい光景なんですけれども、特に夏の時期、冬の時期など天候が厳しい時にはちょっとね、あまり長居をすると冷房、暖房が効くようなところも基本的にないし、食べ物も自分たちが持ってきたものだけで少し飽きてくるのかなと。一般的な観光客はそうかな、相当猫が好きな人はね、多分一日中でもいられるんだろうと思いますが、来訪者はこういう離島の割には大体ね、こういうマイナー的なのこう遠方になると男性客が非常に多くなるんですけれども、結構女性の観光客が目立つというのが面白いところ。まあ、女の人はみんな猫が好きですからね、猫が嫌いな人っていうのはそうそうは見ないんですが、しかしこの島に住んでいる方は大半が猫嫌い。ずいぶん不思議なことですが、まあ、きっとずっとこれだけうじゃうじゃと至るところにいて、あまりいい匂いをするものでもないし、もともと野良猫はそんな愛想を振りまくようなものでもないんでしょうから、まあ、そうするとやっぱりね、だんだん嫌いになるのもわからない話ではありません。いや、面白かったな。同じ方向、マイクロソフトのオフィスでなんかこうコピーペーストしたような。ちなみに島に船がやってくると、まあ、観光客が新しくそこに解き放たれるわけですけれど、猫も大体分かっておりまして、観光客が来たらそっちの方へうじゃうじゃうじゃと大群で移動し、そしてあの人は餌をくれるんではないか、ニヤニヤと鳴いて狙ったり、一通りのことは覚えています。餌にもね、より好みがあるみたいで、ちょうど今撮影させてもらってるんですが、これね、チュールってこう餌を、おやつをお持ちになったようですけど、こっちにね、大量に餌があるのに、まあ、そっちには目もくれず、意外といろんな外から来る餌を食べてて、ここの猫はグルメなんじゃないかと思いますね。特に猫が好きな人は多分大枚叩いて猫のために資材を投げ打ち、高級な餌を持ってくると思われますから、ちょっとやそっとの大衆的な餌ではここの猫は食べてくれないのかもしれません。まあ実際には餌持ってくればみんな大群となって食べますけどね。相手も野良猫ですけども、割と観光客に対しては慣れてると思いますんで、多少触ったぐらいでは嫌がったりはしないか。まあむしろ機嫌はいい方かな。とはいっても野良猫ですけどね、飼い猫ほどは慣れてないみたい。喉を撫でると喜ぶようです。カメラは嫌だよね。スズメバチが一匹歩いてきまして、猫は気にしないんだな、スズメバチのことなんか。
まあ、注目の的ではあるらしいんですけど、人間はああいうの見ると逃げますけどね。蜂もちょっとなんかおっかなびっくりって感じですが、まあ、外敵がないからこんな風に寝られるんですよね。野良猫がね、こんなあのここ公民館みたいなところの前なんですけど、公民館の階段でこんなになって寝てるのはよく考えると見たことがないわけですが、聞こえたかな。少なくとも外敵はこのようにいないからのんびりと過ごし、数を増やすことができるわけです。このスズメバチは頑張ってるんですけども、羽がないようです。なきゃ飛べないですからね。猫に捕らえてしまったのか、まあ事故か分かりませんが、まあ、スズメバチの食性は分かりませんけども、猫の餌が大量にあって、その関係でアリなどもかなり元気なようですんで、まあ、割とそうするとこの蜂の食べるものも島の中には多いのかもしれません。でも今日は特に多くの観光客の人が餌を持ってきたようで、まあ、最近また流行りつつあるのかな。前に来たより観光客の数が多いですからね。みんな餌がやれるということも多分知っているので、そうするとまあどちらかというと餌が足りないということはなさそうです。なんか前に来た時はちょっと足りないんじゃないかなみたいな感じもしたんですけどね。このように余っていて特に暮らすのに不便はないように見えます。島にいる猫はどれも基本的に愛想がいいようです。まあ、餌がもらえるから愛想がいいんだろうと思うんですけど、まあ、向こうを見てるのは何か向こうに気になるものがあるんだろうな。行ってみようか。見てみたら特になさそうでした。みんな暇なんですね。この顔です。青島は非常に小さな島なので、移動に車など必要ないし、猫を見たければこの島に上陸するだけで問題ありません。別にどこへ行こうとかしなくても、あの至る所に猫は何だって200匹もいますんで、島民の人を探す方がまあ間違いなく難しいはずです。これだけ猫がたくさんいるんなら、この後多分この旅行でも別の動物がたくさんいる島に訪れる機会があると思いますが、なんかうまいことね、それを活用できればいいのになと思わなくもないんですが、まあ、一方で島民の気持ち、この猫をあまり増やしてほしくないし、まあ、観光客もそれほど大歓迎というわけではないという地元島民の考えをちゃんと尊重している大洲市もなかなか立派なのかなという気もします。これなんかもね、可愛いと思うんですけど、あの世の中には丸尾っていうね、もう存在するだけで人の年収を1億か2億ぐらい変化させてるような猫もいますんで、まあ、猫っていうのは観光開発には非常に有用な資源だと思うんですけど、そんな魅力的なものを意図的に開発に用いないということをもうほぼ決定しているようなものですから、逆に訪れる側としてもお邪魔させていただいていると、まあ、そういう認識を持って猫を楽しみたいものです。これ可愛いね。愛想はないけど、まあ、でもこの島の猫は基本的に愛想がありますよ。実際にはこの島自体の大きさはもうちょっとありますが、しかし今人が住んでいるエリアはもうこの画面に収まっているこれぐらいです。見ていただければわかりますが、あれなどもうこのように草むして完全な廃屋になっていますし、この山の上には小学校もあるんですが、まあ、もちろん閉校、現在はその跡地に、まあ、登ればあそこにあるんだなっていうのがわかるぐらいになっています。一番多い時で800人ほど人口がいたんだったかな。この猫は都会の喧騒から離れ、人々がガヤガヤやっているのもあまり物にせず、一匹狼的な猫ですが、まあ、こういうのをできるのは強い猫だけです。あまり弱い猫だとね、あの観光客にすり寄って餌を分けてもらわなければいられませんので、きっと実力で自分の食べるものは簡単に確保できるんでしょう。実際このちっちゃい猫に餌あげようと思ってもですね、あのもっと大きい猫に横取りされてしまうという光景が青島では頻繁に見られます。この猫はもしかして手術受けてないか。いや、これもちゃんと受けてますね。手術を受けてない猫がいるらしいということは、まあ、書いてはあったんですけれども、実際には、まあ、ここで見た限りではそういう猫は見当たりませんでした。向こうの山際のあたりから頑張ってここまで歩いてきたスズメバチくん、またここで見つけました。まあ、この後どうやって生きていくのか分かりませんけど、ちょっとねこの島であのスズメバチが一番印象に残りましたんで、まあ、応援して帰りたいと思います。なんだお前、そこに寝てるところ来やがってって感じの目つきだな。申し訳ありません。これ多分夢見てるんだと思いますけどね。夢の中で移動してるんでしょうね。走ってんのかな。結構やるな。私もたまにこういうことはありますけどね。ネットカフェの中で寝言言って周りの迷惑になっていないことを切に願います。まあ、
夢見てのんびりできり、そういう余裕があるだけいいことですよ。餌はすごい余ったな今日は。すごいすごい、まあ、本当に余った餌は船の乗り場待合所のところに余った餌置き場がありますんで、まあ、そういうところに置いておくと船がしばらく、来ることができず観光客がやってこない、そういう時期に、地元の有志の方が猫に餌をやってくださるんだそうです。だから、まあ、こんだけ余ったら、まあ、夜になるとなくなってんのかな。でも猫たちは可愛く、まあ、私は残念ながらというかね、不本意ながらこの猫たちに餌は持ってきませんでしたけれども、この猫たちのいる景色が明日の私に何かちょっとでも美味しいものを食べる分の再生数を恵んでくれるといいというのが、まあ、感想の半分ですが、しかし一方でこの島が前よりはいい状況になっているように私には見られましたので、そのことも単純に嬉しく思います。本当はよく猫はね高いところに登って降りられなくなるなんてこと言いますけど、あの猫はなんか捕まえてるの、魚取ったんだ、そういう優秀な猫もいる、あれすごいな、あの下は海ですよ、立派な生命力、そういう猫もいるそうです。こちらでは観光客に媚びているのが多いのかな。意外にも帰りはほぼ満船となりまして、私はさっき松山からの列車に乗ってすぐこの船の乗り場に来たから、私より後のお客さんも結構いたんですけれど、でもね、まあ、結構な乗船率ですよ。これもしかしたら土日とかだったらみんな乗り切れなかったかもしれないな。また猫見物が忙しくてちょっと食べる時間がなかったんですけども、これ松山でね単品で買ってました、一六タルトっていうのかな、名前はよくわかんないんですが、松山の名物、柚子の香りが効いたなかなか美味しいお菓子です。だいたい8個入りとか一巻きのロールケーキタイプで売ってるんですが、バラ売りがありました。松山駅まで戻ってきました。いや結構ですね、途中でトイレに行きたくなりまして、この JR 四国の普通列車ってのはトイレがないんですよね、基本的にない。だからもう行きたくて行きたくてしょうがなかったんですが、途中2分ぐらい停車するような駅がありましたんで、すいません駅員さん、ちょっとここで運転手さんトイレ行っていいですか、あいいですよいいですよ、行かせてもらいました。でもまあ2分なんでね、いいですよというよりは2分しかないんですけどいいんですかみたいなこと言われて、まあいや2分あれば大丈夫行ってきます。実際に私はちゃんと行ってきましたが、運転手さんにはちょっとご心配をおかけしたかもしれません。私はトイレを一瞬で済ませることはできるんですが、ただ相当我慢してましたんで、与那ヶ浜の駅でも行ったんですけどね、でも我慢してて、結局我慢してたもんですから量が多くてですね、時間ギリギリになるかと思いきや、列車の出発の1分前、つまりわずか1分でトイレは済ませてきたのでした。この松山駅では宇和島方面からやってきた列車と岡山高松方面へ向かう列車との乗り換えを円滑にするために同じホームに両方とも止めるという珍しい運転をしています。これで階段を上り下りせずに列車同士を乗り継ぐことができるというわけで非常に楽ちんですが、しかし列車の衝突をしかねないというちょっと怖い側面もあります。そのため松山駅に停車する特急列車に関しては一旦駅の手前で取るということで安全の確保をしているようです。おお、これはマニアには嬉しいシーンですよ。無人の駅から乗ったワンマン列車ではこのような整理券をもらって、それを降りるとき、まあ、バスと同じような感じですよね、運転手さんに見せてお金を払って降りるんですが、ただ友人の駅、松山駅のような大きな駅では駅員さんがいますので、友人の駅で降りるときにはこのような旅客運賃精算所、運賃の精算所、改札などにこれを持っていくことが多いようです。今日の夕飯もまた松山駅改札の脇にある架け橋という名前のようですが、うどんそばやこのじゃこ天ぶっかけるのが美味しい、四国のね讃岐うどんとかあれにも勝るとも劣らない、なんでだろうな、なんでこんな美味しいのかわからないですけど、とにかく美味しくて、上に乗っている、半生の、卵、それからじゃこ天もうまく味が効いていて、つゆも美味しい、これ素晴らしいんですよ、大盛りにしてしまいました。これでいくらだったかな、結構高かったはずですが、うどんの値段ではない740円もしてるんですけど、でも美味しいのでまあいいことにします。これ食べて元気になり、明日は瀬戸内海を渡ってまた本州に戻る予定です。よろしくお願いします。